アニメーションからスタートです。はい、オーレエクセルインモーションというですね、スウェーデンを代表する、グラフィックデザイナーのオーレエクセル、彼の描いたですね、イラストを使ったアニメーションです。これ本当に1本がですね、4分ぐらいなのであっという間に終わってしまいます。で、今日はですね、いろんなエピソードがあるんですけれども、この中からこの楽しい動物園のお話を見ていただきたいと思います。では行きたいと思います。見てください。オーレエクセルでズー。
ーションからズーでした。拍手。はい、というですね、楽しい動物園のお話からスタートです。はい、で改めまして今日はどうぞよろしくお願いします。キノイグルという、移動映画館をやっている、2人組になります。で僕たちはですね、自分たちで映画を作っているわけではなくて、毎回ですね、いろんな場所で映画のイベントを開催してます。で映画館とか家とは違ったちょっとワクワクする映画体験というのをぜひ皆さんにお届けしたいということで、東京拠点に全国各地毎週のようにいろんな場所で映画のイベントを行ってます。で一番ですね、規模が大きいイベントは上野にある東京国立博物館の野外上映会です。今年で3年目になるんですけれども、秋に開催した時は、新海誠監督、君の名はの新海さんの秒速5センチメートルを上映して、なんと1回で6500人、2日で1万人超えるというですね、大規模な野外上映もやっていたりします。で今日はですね、逆にここの河原のですね、もう水辺の移動映画館ということで、ちょっとですね、水を感じながら、で後ろにはですね、すごい綺麗な光に、彩られている。で映画の上映中に遠くでは線路では電車が走っているというですね、このちょっと面白い環境で映画を皆さんに楽しんでいただこうと思っております。で今日ですね、実はこの映画の上映するためのですね、電気一体どうやってここで賄っているか、ちょっとですね、そのお話をしたいと思います。はい。で、この電気、さっき向こうでも説明あったんですけれども、実はそこに止めてある車から引っ張ってきています。でこうおもむろになんで車があるのかなっていうのは、ここから電源を引っ張っているからなんですけれども、この車がですね、なんとガソリンではなくて水素を入れて走って、排気ガスではなくて水を出すっていうですね、究極のエコカーと言われているそうです。で災害時とかでは発電機の代わりにもなるそうで、それで今回はこの車からですね、電気を引っ張って、映画を上映するという、エコなイベントになっています。はい、ということでですね、こちらの車が頑張ってくれているおかげで皆さんは映画を楽しむことができます。というわけで早速2本目の上映に移りたいと思います。次はですね、さっき動物園のお話だったんですけれども、次も動物が主人公のアニメーションです。主人公はですね、可愛いコオロギくんが主人公のアニメーションになります。はい、ではですね、こちらの作品いきたいと思います。あっと驚く展開が待ってますので、皆さん気をつけてみてください。コオロギくんとメンドリ。好好好。
よ。はい、というですね、主人公があんなに早い段階で食べられてしまうというですね、衝撃的な展開のアニメーション、コオロギくんとメンドリを見てもらいました。今のアニメーションはですね、チェコで作られた作品です。モグラくんで有名なズデネック・ミレルというですね、アニメーション作家が作った作品になります。はい、ではですね、5本上映中、次がですね、3本目。早くも折り返し地点になりました。次はですね、日本のアニメーションを見てもらいます。で、日本のアニメーション最近面白いのいっぱいありますね。トトロとかラピュタとかいっぱい、サマーウォーズとかいっぱいありますけれども、今日上映するのはですね、もっともっと古いアニメーション、3匹の可愛いですねクマが主人公のアニメーションいきたいと思います。はい、こちらです。3匹の子グマさんで、日本のアニメーションはですね、実は昔からすごかったんです。で、このアニメーションいつ作られたかというと、なんと戦前に作られた作品になります。3匹の子グマさん、右下にいますけど、すごい可愛いんですけど、実はですね、大のいたずら好き、しかも映画の内容もですね、すごいシュールでナンセンスで、もう見どころいっぱいなので、ぜひ楽しんでみてください。では行きたいと思います。3匹の子グマさん。3匹の子グマさん、あるところに3匹の子グマさんがお母さんと一緒に住んでいました。朝になると目覚まし時計が3匹の子グマさんを起こします。3匹の子グマさんはそれから朝のご飯をいただきます。今朝からは牛乳を飲まなければなりません。なぜといって、
牛乳は3匹の子熊さんの体のためには一番いいものですから。けれども困ったことに、3匹の子熊さんは牛乳というものは匂いを嗅ぐのも嫌いです。そしてどうしても飲みません。それを見ていたのが戸棚の中の角砂糖さんです。子熊さんたちは牛乳は大嫌いですが、角砂糖さんは大好きです。気の利いている角砂糖さんたちは水泳の選手のように見事なダイビングをして牛乳の中へ入ってしまいました。それでやっと3匹の子熊さんは甘い牛乳を飲みました。さて、3匹の子熊さんには一人のお友達があります。アヒルさんです。アヒルさんはお父さんと一緒に住んでいました。アヒルさんがベッドの中で寝ていますと、大好物のドジョウさんが部屋の中に入ってきました。ベッドから飛び起きて追いかけました。ドジョウさんは戸棚の中へ逃げ込みましたので、アヒルさんも戸棚の中へ入ってしまいました。アヒルさんのお父さんはアヒルさんがなかなか起きてきませんので、お部屋を起こしに行きましたが、アヒルさんの姿が見えません。心配なあまり、アヒルさんのお友達の3匹の子熊さんに電話をかけて、アヒルさんを探し出してくれるように頼みました。3匹の子熊さんは友達を探しに出かけることになりました。お母さんは汽車賃に10銭玉をくださいました。3匹は停車場へ来ました。汽車に乗ろうとしましたが、どこへ乗るのか、汽車に乗るのは初めてなので分かりません。3匹は汽車の屋根に座り込みました。汽車はやがてトンネルに入りました。屋根に乗っていたものですから跳ね飛ばされてしまいました。トンネルの上を一生懸命駆け出して、やっと屋根に飛び乗りました。あまり力を入れて飛び乗ったので汽車の中へめり込みましたが、また外に押し出されてしまいました。なぜといって、そこは子熊さんたちの降りるところだったからです。なんという便利にできている汽車なんでしょう。それから探偵の犬さんの家へアヒルさんの捜索を頼みに行きましたが、犬さんはこの寒さで風邪をひいて気がむしゃくしゃしていましたので、いくら頼んでも返事をしません。やっと探偵用虫眼鏡を貸してくれました。アヒルさんの家の方へ歩いていきますと、雪が降り始めました。雪の中を向こうから何やらわからないムクムクしたものがやってきました。3匹の子馬さんが虫眼鏡で見ますと、それは雪だるまのお母さんでした。お母さんはスキーに乗っていましたので滑って転びました。
その時にお母さんの下げていた包みの中から雪だるまの子供が3人転がり出ました。3匹の子グマさんは雪だるまのお母さんなどというものを見たのは生まれて初めてでした。あまり珍しいものですから虫眼鏡を太陽の光に当てて見ているうちに雪だるまのお母さんはだんだん溶けてしまいました。雪だるまの子供は大変に怒りました。そして3匹の子グマさんを追っかけてきました。3匹の子グマさんは雪だらけになっておしまいには雪の玉になってコロコロ転がりました。雪の玉はある一軒のお家の戸にぶつかって壊れました。中から無事に3匹の子グマさんが転がり出ました。この家は都合の良いことにアヒルさんのお家でした。アヒルさんのお父さんはアヒルさんがまだ見つからないので洗面器にいっぱいになるくらい涙をこぼして泣いていました。3匹の子グマさんはアヒルさんのお父さんを見て大変気の毒に思いましたのですぐに探偵に取り掛かりました。3匹は虫眼鏡で方々を探しました。そしてやっと床の上にアヒルさんの足跡があるのを見つけました。足跡は戸棚の前で止まっています。戸棚を開けますとそこでのんきなアヒルさんはぐうぐう寝ていました。アヒルさんのお父さんはどんなに喜んだでしょう。お父さんは3匹の子グマさんにお礼の印に土壌をくれました。3匹はそれを膨らまして飛行船にしてそれに乗り込みました。そしてお家に帰るのです。途中で鳥が飛んで